はい、皆さんこんばんは。遠藤おのすチャンネルでございます。今回はですね、私がいつもよくつけている、ネックレス、通称部族の守りについて、ちょっと実はこんなのなんだよっていうのを紹介してみたいと思います。これはですね、こちらこれなんですけど、フェザーのアクセサリーで、これゴローズっていうブランドの、ネックレスになります。僕のやつは、フェザー、羽ですね。羽が全部で5枚ついていて、これはターコイズ、ここがターコイズですね。で、こう下にメタルがついているのが、右と左に左右1個ずつついてて、で、上に金の、金フェザー、銀フェザーのパターンと、それの銀銀のパターンが1個の計5枚にプラスして、これがチェーンの部分なんですけど、チェーンのところにね、こうやってメダルが1個ついていて、これね。で、もう一つが、ここの留め具のところにももう一つこういうアクセサリーがついていると。で、それがこうあるとついて、こんな感じでよっ、ついています。よっ、ちょっと T シャツヨレヨレで申し訳ない。そうそう、ちょうどね、これが5枚がね、上下になって、ちょっといい感じになっていきつつ、この首元のところにこういうワンポイントアクセントみたいな感じで、これは後ろでね、真後ろでこういうふうに留めるよりも、ここもね、留め具のところもちゃんとしっかりと装飾がついてるんで、こうね、ちょっと見えるところ横ぐらいの位置で持ってくると、かっこいい感じになります。で、こちらの、お店が、僕がこれ買ったのが25から30ぐらいの間に、1枚ずつね、フェザーを買い揃えていったんですけど、原宿の、メインストリートのところ、名前忘れちゃった、あるじゃないですか、あそこでね、昔ギャップがあったんですけど、その通りになんかいつも人が座って、みんな座ってるところが実はこのお店に並んでるところで、だいたいね、お店に入るのに朝10時から並んだらもう結構人が並んでて、入れるのが夕方の5時から6時ぐらいだから、7時間ぐらいね、並んで、お店に入って、このフェザーをこう買って、ちょっとずつ買い足していってっていうので、もう結構ここまで揃えるのにだいぶ時間がかかったっていう思い出がありますね。今なんかちょっと並ぶのが禁止になっちゃってるのか分かんないんですけど、なんか整理券とかそういうのに変わったみたいな噂も聞いてるんで、もう最近は全然行ってないんで何とも言えないですけど。昔はね、本当に原宿のね、表参道の坂のところのね、手すりみたいなとこみんな座って、冬とかも寒いって言いながら並んで買ってたんですけどね。そうそう、そうやってね、1枚ずつこう作り育て上げていった、こちらが私のゴローズの、アクセサリーになります。だからこれとかもう色、本当は最初もっとね、銀ギラ銀なんですけど、これもずっとつけてたからだんだんくすんできて、こういう風にね、かっこいい、いい色の味ができてくるっていう、こうつけながら育てるっていうのでね、もうこれ一回買っちゃったらあれなんですよね、もう後に引けないんで、これ一生つけ続けるしかないっていう。そうそう、もう超お気に入りです。もうこれが僕の持っている多分持ち物の中で一番お値段が高いかもしれない。以上、私の
お宝ゴローズ自慢でございました。部族のお守りじゃないよ、ゴローズだからね。そう、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じよ。いいでしょ。はい、ということで今日は、ゴローズ、私の持っている私物の宝物ゴローズのご紹介でございました。皆さんお付き合いありがとうございます。じゃあまた、バイバイ。